山崎雅義のクラフトパパ。さあ今日も山崎雅義クラフトパパやってまいりました。2の話です。ちょいちょい、ん？ちょいちょい、何？山さん、また紹介忘れてない？ああ、廃材おじさんです。廃材おじさん。廃材おじさんです。廃材おじさん。山ちゃんにつけてもらった名前だよ。廃材おじさん、トークの話聞きたいの？そう、今日のトークはね、DIY で使う道具の紹介をしてもらいたいと思ってるんだけど、クラフトパパ。じゃあちょっと質問してくね。はいはいはい。道具って、山ちゃん、家にどれぐらい持ってるの？大体あるよ。大体、まあ、簡単に数で言うと、ドリル、丸のこ、トリマー、ジグソー、これはもうほとんど面取りとか切断に使う、はい、そしてグラインダーなんだけど、結構必要なのは、こういう直角のこういう定規、はい、とか、穴の口径を測るノギスっていうのとか、測る道具も結構必要になってきますよね。じゃあさ、その道具を収納しとく倉庫とかってあるのかな？うちはもうあの車と一緒にガレージで、あー、壁に有効ボードでこうかけれるようにしてる。有効ボードじゃ穴開きボード、こういうやつ。ああ、なるほど。こうやってかけれるようにはしてる。はは、そういう後ろみたいなボードがガレージにもついてって、これぐらいのスペースで机があって、あーテーブルソーをその机の横に置いたりとか、はいはい、こんなようなテーブルがあるそう、これぐらいのテーブル、これぐらいかな、はいはい、ここがであって、ここがノコギリ、ノコギリ、テーブル丸の方がここで出て、ビーンってこう木が切れるようになったり、あ、木を押したらもう電動で切れる、すぐ切れるようになってて、そんななんか秘密のガレージがあるんやな。秘密のガレージ、うん、木くずのガレージ木くずクラフトパパ。道具はどこで買います？いや、まあホームセンターでも買うし、ネットでも買います。道具選びの決め手は何でしょうね？必要性ですよ。必要性と機能性。例えば電気ドリルでビットでまっすぐ穴を開けるのって難しいわけですよ、はいはい、ところがボールバンって言ってこういうふうに、そのここに電気ドリルがあって、はい、こういうスタンドがあったらまっすぐ開くわけ、はいはい、仕上がりがまずいいですね、うんうんうん、あと気持ちがいい、あまあ仕上がり良かったらそれは気持ちがいいし、まっすぐ開いたことによる満足感、あ、はいはい、家族に自慢したいけど、はい、あんまり理解してもらえないそこがそれはちょっと悩みどころ、まあ、悩みどころ、まあいいんです、自己満足でいいんですよ、家族は一緒に作らへんのやな。作らない、僕だけ、ね、危ないんでね、あ、そっかそっか、これやっぱクラフトパパクラフトパパたるもん、そうです、パパの仕事だ。パパの仕事です、パパ推しです。クラフトパパ。道具で持ってなくて、はい、今度使ってみたいなとか欲しい道具あったら教えてください。最近溶接やったんですよ、はいはい、溶接プラズマカッターっていうのがあって、ほうほう、鉄板3ミリぐらいだったらガー切れるんですよ、はいはい、それは電気、プラズマっていうか、まあ、電気、あれはかなり便利ですね。溶接というのは鉄を、鉄です、どうするんですか？鉄をくっつける、それはちょっと欲しいなと。欲しいけど、でも溶接なんか始めたらもう止まりませんよ誰も俺を止められない車作るかもしれない作ってほしいなやめます。クラフトパパ、よく使うお気に入り道具のベスト3を教えてほしいんやけど、まあ、まず3位から。一番よう使うのはやっぱり電動ドリルです。どんな時に使う？ネジ外したり、ネジ締めたり、一番よく使う感じかな。一番よく使うと思いますよ、いろんなとこに、あのカレンダーかけるにもなんかこういうのが必要やったらそうだし、穴開けるのも使うし、ケアしてますからね。ケアしてますね、充電もずっと
ちゃんとしてますね。クラフトパパ。次？はい、ベスト2。2ね。じゃじゃん。やっぱり国旗をダーッと切るので、丸の子使いますね。テーブル層にしてるやつもよく使いますね。あ、さっき言ってた。そうそうそう、テーブルについてるノコギリ。そうですね、うんうん、まあ、それも頻繁に使う。それは頻繁に行きますね、うん、クラフトパパ。1位グラインダーかもね。グラインダーはどういう時に使うの？グラインダーはね、もう研磨、鉄を切る、木をね、こうカーブをつけてこうやるっていう、うんうん、使いますね。結構マルチな使い方。グラインダーはあるとね、いいですよ。ただ近所迷惑になったりとか音が大きいんで、うん、やる時間をお昼にしてます、ね、あんま頻繁には使えへんな、うん、そうね。グラインダーも使いようですからね、はい、木工でもいけるし鉄工もいけますから、グラインダー。 あのここ、この丸い、うん、あれを刃をそう変えれば、変えることによって、うん、鉄も切れれば木を研磨することもできれば。サイズは大きいのかな。サイズは大きいです、うん、でこれがジグソーってやつで、これも昔はよく使ってました。はいはい、今も使ってはいるんですけど、うんうん、どういう時使うの？ジグソーはあのいわゆるカーブをこう切る時ですよね。丸く切るとか。ジグソーって何やろな、うん、ジグソーパズルのジグソーちゃうかな。なるほどね。いろんな形に切られてるジグソー。はいはいはい、うん、でも山ちゃん持ってるってことね。これ持ってる、うん、これも全部ケアして大事に使ってんのかな。ケアして大事に使ってるかな、うん、うん、サボってる、サボってるかなクラフトパパ。質問ちょっと変えますけど、うん、職人さん、はい、まあプロフェッショナル、職人さんへの憧れとかあります？あります。確かにね、うん、それしかできないということで、うんうん、こう不器用的なものなんだけど、それに関したら、うん、やっぱりちゃんと物を作るし、うん、大工さんとかは、うんうん、もうほとんどノコギリがカッターぐらいの感じ。あ、はいはい、シャ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 スパッとすぐ切ってしまったり、はいはい、ああいう人を憧れますよね。宮大工さんとかね、うん、結構なんか見たりするの。まあ、あ、俺そういうの見るの好きですね。和風総本家とかね極めた人はすごいですよね、うん、左官屋さんでもなんで、はいはい、左官屋さんでいうとああいう家の壁とか、そうそうそう、壁とかあれもすごい技術ですからね。山ちゃん家でやったりするのかな。俺は左官は家ではやったことないけど、コンクリ固めてなんか煙突作ったことある、うん、それすごいなこれぐらいのね、あ、さ、うん、ロケットストーブってやつ。ああ、さっき言ってたやつね。クラフトパパ。山ちゃん、最後にちょっと聞くんやけど、うん、今後番組で、うん、まあ、おすすめの道具とかを、うん、まあ、見てくれてるみんなにおすすめすることとか、まあ、そういう回もあると思うんやけど。なるほど。ちょっと工具ね、意気込みとか教えてくれる？うん、今ねすごい便利になってて、例えばガイド系、うんうん、ガイド系の道具、丸のこを45度に木を切るガイドとか、はいはいはい、そういうのって結構手軽に売ってたりするわけですよね、うんうんうん、それはまあ基本ジグっていうんですけどね。ジグ、うん、それはね自分で作ることもできるわけですよ。あ、道具、いわゆる三角定規ですよ、うん、はいはい、三角定規をこの木の上に乗せてその丸の子をガーッてやったら45度に切れるとか、うんうんうん、そういうジグなんかは紹介できるかもしれない。うん、自分で定規を作るわけです。丸の子ガイド、道具ですら DIY、 道具を、そう、道具を作る、うん、面白そうやな、ぜひやってほしいな。そうそうそう、道具を作るんだよ。へ、作るもんがなかったお店で売ってるっちゃ売ってるけど、うん、あえて作る。そう、あえて作る、簡単に作れたりするから、うん、へー、それは面白そうな。そうなんです。やっぱ角度出すのが一番難しいから、うん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 、四角形のほら、はいはい、ここはこうやってやったらここ45度って決まってるからね、はいはいはい、45度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 でこう組み合わせるように額、はいはい、縁なんかできてるから、はいはい、その45度を出す、うんうん、ものを作る、うん、あると便利ですよ。ですね、うん、これ必見な回かもしれないですね。あとはね、もうみんなね、うん、各メーカーね、はい、だいたい似たり寄ったりです。
いろいろありますけどね、あの、はい、どんなナットボルトにサイズが合う、うん、こういうやつとかあるっちゃあるんやけど、うんうん、普通の一般の DIY では使わないですからね、はいはい、まあみんなが使いそうな、使いそうで、うん、なおかつ幸せになる、うんうんうん、クラフトパパ。じゃあ今後ですね、そういった、まあ、僕なりのものが紹介できれば紹介します。クラフトパパ。